山田明は、日本の歴史学者。明治大学文学部教授、歴史教育者協議会委員長。専攻は、日本近代史、日本軍事史、天皇正論。東京都立大学博士。大阪府豊中市生まれ。1979年、愛知教育大学教育学部卒業。1982年、東京都立大学大学院人文科学。 研究科史学専攻修士課程修了。1985年、同大学院博士課程単位取得大学。同大学人文学部助手を経て、1994年、明治大学文学部史学地理学科助教授。1999年、同学部教授。2010年、明治大学、平和教育のぼりと研究所資料館所大館長に就任。 佐々木隆氏何時に指示。1999年、昭和天皇による戦争指導の軍事指摘研究で、東京都立大学博士、大元帥、昭和天皇で第20回、野呂英太郎賞を受賞。自衛隊再編論者とされ、自治的な政治、外交について言及した著作や映画評論もある。満州事変、日中戦争。 太平洋戦争に関する上層文などの資料検討を通じて、戦時下の昭和天皇が一般に論じられてきたような軍事に疎く戦争を忌避する平和主義者といった性格を持つ人物ではなく十分な軍事的知識、情報を有する存在であり、様々な戦争の局面で五家門、お言葉によって積極的に戦争指導に関与していた性戦略の統合者、 恩恵な傍聴主義者であったとすると主張している。しかし、昭和天皇が軍部にありがちな精神主義、冒険主義を嫌をしていたとも述べている。2000年の女性国際戦判法廷では、昭和天皇の戦争関与と戦争責任と題して、国体思想が戦前には兵士の強姦や虐殺を煽動し、現在でも歴史修正主義として生き延びていることを論じた。 伊藤幸男によると、山田の著書である昭和天皇の軍事思想と戦略において、1941年10月13日の木戸孝一日記を引用して、天皇の開戦の覚悟を示す際に、天皇の木戸への言葉の中で、開戦に躊躇している部分はとして、引用部分からすべて削除しているという。それに対し、山田明、昭和天皇の軍事思想と戦略は、 天皇は1941年10月の中旬にかなり改戦に傾き、12月1日の午前会議で改戦が最終的に決定されたと春ノートの影響に言及せず天皇の改戦への意思を強調している。さらに10月13日の木戸孝一日記を引用して天皇の改戦への覚悟を示す際に天皇の木戸内大臣への言葉の中で 改戦に躊躇していることを表す以下の部分は、中略として、引用部分からすべて削除している。その場合、今までの証書について見るに、連盟脱退の際にも、文物と矛盾と、世界平和ということについて述べたのであるが、国民はどうも、この点を等監視しているように思われる。また、日独位三国同盟の際の証書についても、平和のためということが忘れられ、 いかにも英米に対抗するかのごとく国民が考えているのは誠に面白くないと思うこのように、天皇は国民が部の方に傾いていくことを危惧していた。ありがとうございます。